アイゴリ、何全国のカードショップポケモンセーターで実施しているルカリオ HR 争奪戦っていうイベントで、はい、白熱のアルカナのシールド戦で勝ち残って優勝することができたらルカリオ HR がゲットできるって本当？本当だけど何その早口。じゃあ白熱のアルカナ練習するっきゃねえじゃねえかよ。するっきゃねえよな。ルカリオ HR 欲しいよな。欲しいよな。レッツ開封&バトル。はい、というわけでルカリオ HR への道白熱のアルカナシールド戦練習会よろしくお願いします。ナナコさん本気で狙ってんの？ガチで狙ってます。おー、第1次応募、見事に外れまして、カスやん。第2次応募全国40カ所を応募してきました。すげえな。めっちゃ当たったらどうすんの？いや、あのね、これね、あの、必ず1個しか当たらないの。なるほどね。だから1個だけ当たったらもうそこって決まるし、はいはいはい、あの、もしかしたら俺滋賀県にまで大会行くことになるかもしれないけど、ええやん。でこれでなお無理だったらもう最終、次第3次応募になるんだけど、第3次応募はもう全国まで全部のカードショップに応募するつもり。すげえな。行く、絶対に取るつもり。取る。俺は絶対に白熱のアルカナシールド戦勝ち上がって、回せぐらい、ルカリオ HR を取る。俺はね、練習相手、プロの練習相手だから。ただトリッピーさんとも練習しました。いや、なんか、よくわかんないシールド戦やつだから、イゴリのやつ見たら。白熱のトリッピーっていうパックも。というわけで、まずは今回ね、開封から始めて、はい、出てきたものだけで勝負をします。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。ちなみに俺はまだセレナが出てないので、新年課長で一人だけ。え、セレナ出てないやつおる？セレナ出てないので。なるほど、冗談きついっすよ。本当は出ないでしょ。そのセレナが出るというのもちょっと期待しつつ。いやいや、冗談きついっすよ。上げていきたいですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、じゃあ上10パック、はい、ごいちゃん、はい、じゃあ下10パックこれでいいね。え、これくれるんですよね。あげないよ。あげないからね。じゃあ出たものは俺のもんだからね。シールド戦やめようかな。なんでそんなこと。じゃあ一番上のパックだけあげる。やったー。セレナ出たら一番上のパックにすり替えよう。セレナ出たら頭がおかしくなっちゃう。安心してください、ナナコさん。はい、ナナコさんが神殿課長で一人だけセレナが出てないっていう座は俺が守ります。セレナが出た時は安心してください。一生こすってください、それを。出たとしても俺がもらいます。まあでも HR、 ルカリオ HR は俺のもんだけどな。多分無理だよ。無理。みんなどれだけ練習して挑むと思ってんだよ。俺も結構練習してるよ。でどのカードが使えるとかも俺完全把握してるから。それはすごいわ。よし、で一緒に一個ずつ開けていこう。はい、本当にこれ10パックだろうね。なんで俺パックだな。なんで俺仕込みすんだよ。練習会でパックだな、こいつな。練習会で仕込みし始めたおしまいな。はい、じゃあ一個一個見ていきましょう。これまず全カードが使えるカードかどうかも込みでね。はい、それ これ戦うからね。わかりました。これがあなたの相棒たち、はい、そしてこっちが俺の相棒たち、はい、じゃあ見ていきましょう。はい、で一個一個一緒に、一緒に、ね、もう一緒に見ていこう。はい、ニャスパー、コマタナ、ナッシー、ギリギアル、あ、いいね、ザッシャン。フリーザー様来ました。キャプチャーアルバム悪くない。デスビーム来ました。ザッシャン嬉しいね。ただフリーザーの方がいいね、正直。なるほど、フリーザー強いですか。めっちゃ強い、めちゃめちゃ強い。よし、行くよ。はい、アローラロコンとか出るともう固まるよ。たまたま、あ、ペラップもいいね。ホエールを、あ、マギアが来ました。あ、キルリア来た。ダブルレアもう何でもとりあえず持っていったら強いんじゃないの、シールド戦って。強いし、あと V ガードエネルギーがマギアナ V と相性が。やったー、ね、結構調べてんじゃん、ちゃんと。びっくりした。びっくりした。あ、もう俺より上の存在にいるんだな、師匠。ポケモンカードにおいては。ポケカ師匠、アイゴリー。わしを超えていけ。ボコボコにします。あ、いいね、V ガードエネルギー。あんまり超えるな。あんまり超えるな。ユージラー。ボークでもね、強いんだよ。CHR。ちょっと使うの難しいけど。よいしょ。でもまあまあ悪くないですね。待って、俺もでもどれを主力にしよう。いきます。ストライク、ヤトウモリ、サーナイト、あ、クチート VV スターね。はいはい、クチート VV スターラインが届きました。いいな、ウィンディ。これはね、まあまあ強い、まあまあ強い。クチートロコン引きます。ロコンのが強い、多分ロコン引きます。めっちゃ強いけど、あのね、ペラップとは相性いいんだよね、クチートは。ペラップ、はい、ギギアル、マスクリー、あ、いいね、セレナ、マドレックス、シルタイス、かわいい、ヤスパーン、ウチアがかわいい、ウチア、ほんまかわいい、ほんますこ、
お、ロリコンか。お、ロリコンか。ロリコンか。ラルト欲しくなってきた。キルリア、エンニューとウィンディ。もいるかい。ダブルターボエネルギーですね。わー、やったー。わー、ジャローダブイ。勝ったらもらおう。ジャローダブイだ。ジャローダブイスターだ。ブイスター。元がいねえ。元がいねえよ。進化元がよ。あ、そうね。シールド戦でブイスターしんどいな。あ、クリソル嬉しい。ちるっ困ったな。フォッコーハッサムザマゼンタミルカルス残念。ただ正直俺もちょっと正直引き渋いな。久しぶりに引き結構渋いな。はい、してください。よろしくラブカス。フォーブイとか来てほしい。エンニューとラルトスダブルターボエネルギーアローラ。やばいただきました。絶対勝てん。アローラロコン、アローラロコンにフリーザーあ、めっちゃきついな。まあまあいいや。ただサポートあんま引けてなくない？サポート全然引けてないです。ああ、それきついですね。ギアル、チュリーね、ウィンディー、ああ、ジャローダ V、ああ、ウィン強いよ。ウリソで来ました。ドーブル、はい、あ、ホー来た。ホー来たよ。強いよ。決まったじゃん、アイゴルデッキ。はい、神。あ、てかめっちゃ強いなそれ。ペラップ、ニャスパー、ホエルコ、チルタリス、ああ、ザマゼンタ来た。輝くアマジョン、きれいな。あ、くんのか、むず。いや、でもセレナそっちに今やるの強いな。どうくも的な感じのちょっと気になりましたんで、はい、こっからメインアタッカーとか自分のサブアタッカーで決めてね、デッキ作っていこうと思います。わかりました。よろしくお願いいたします。結構ガチンコでいきますよ、あゆりさん。はい、僕は楽しくいきます。あ、なんか配信者として正しいゲーム実況者として正しい考え方の人が、まあ、でもまあでも回るか分かんないんでね。まあ、あるかわかんないですけど、かんないんだ、ね、もしかしてエネ方、まあ、あるかわかんないんだよね。もしかしてエネ方では、まあわかんないけどね。うちのエネルギーカードが足りるかどうかっていうは、はい、というわけで完成しました。できたぜ、最強のデッキ。いや、正直ね、実際並べるとね、うん、めちゃめちゃ綺麗なデッキになった。おー、なんかすごい噛み合う、自信がある。いや、俺自信ないっすね。あ、ないですか。あの、結構ロマンに寄せちゃったんで自信ないっすね。ロマンデッキないっすね。まエネルギーがあったら強いっす。何枚？エネルギーそんな多くない、16か17ぐらい。あれ、師匠でも言うて半分ぐらいだからね。16ですか。ほー、ちなみに僕は16ですけど。おー、あれ、なんか、まあ、言うてエネルギーでももう差がなくなっちゃいましたね。そうだね。まあ、でも言うてこれ普通のデッキだったらエネルギー25枚ぐらい入ってる感想になるからね。ああ、そうか。あ、まあまあそうだ、ね。20で半分だからね。なるほどね。うん、よし、シールド戦は、はい、サイドカード4枚、デッキは40枚で組まれて戦います。はい、今拾ったカードだけで、デッキを組んでおります、はい。果たしてどういう勝負になるのか、俺のシールド戦に特化した実力お見せしますよ。まあ、俺はシールド戦でやったことがねえからな。始めていこうか。最初はグージャグ、はい、はい、じゃあまずは種ポケモン見て、まあ、先行で、はい、じゃあここで種ポケモンはいます。七子くん、君今日僕に負けたら諦めた方がいいよ、シールド戦はね。いや、諦めた方がいいよ。なんで練習会で負けて諦めんだよ。諦めた方がいいよ。はい、サイドカード置いてください。君はだって知識がある分ね、知識がある分。 もしかしてこの人知識がない。知識が俺はないよ、知識があるね。あ、じゃあこのパックに関してはね。じゃあ、あ、4枚です、師匠。あ、なるほどね、はい、あ、なるほど。そういうところだよ。そういうところだよな、僕。じゃあ行きましょうか、はい、シルド戦ポケモン勝負スタート。マギアダムイやれ。あ、ドレックスギアスローが飛んできてもしばらくは大丈夫。はい、じゃあ行きます。はい、じゃあランプさんから。はい、どうぞ。オッケー、じゃあジャローダ V を置いて、ですね、そうね、やばいよコンテクダは。やばめ、もしかして。やばいよ。ちなみに俺は酔い目ですけれども。やばいよ、いいよ。はい、じゃあバドレックスにコンテクダは、ダブルプターバイデルギーを置いてます。はい、どうぞ。はい、強いわそれは。で、バンを返します、どうぞ。はい、ドロー。こっから挽回したい、挽回したいよ、これ挽回したいの、挽回したいよ。あ、挽回で、びっくりした、挽回したいって聞こえたから、もう返すんかよと思った。いや、バードレックスにダブルタブついたのに激アツだな。さあ、こいつなんとかしろ、お前特殊エネルギーがついてるなら。なるほどね、
チルタリス出します。はい、ギアスロー相手のポケモン1匹に30ダメージ、どこにしようかな、まあ、前でいいかな。はい、前に30で、じゃあバトレックスに30ダメージ、はい、引きます。終わりです。マギアナはね、鋼が2枚つかなきゃいけないから、仮にダブルターボとかあっても、ダブルターボあっても稼働しないんですよね。じゃあ俺からいきます。はい、じゃあやるべきことは、まずは草エネルギーをジャローダ V に貼ります。はい、そしてもう早速なんですけれども、バドレックスの王の采配、自分の山札から好きなカードを2枚選び手札に加え、そして山札を切ることができます。強い、はい、エグゾディアか。じゃあこの持ってこないよ、エグゾディアか。エグゾディア持ってこないよ、引いてたかやつ、パッから5枚のパーツを引いてなかったでしょ。強いな。どれ引こうか、ここ大事だな、すごく大事な気がするが、ただマギアナ V の弱点は炎だね。え、炎いんの、炎ポケが入ってんのか。入ってないんですよ、助かる。ちょっと考えますね。はい、一旦考えます。うん、これでいいや、このカード OK、はい、すいません、2枚選びました。はい、これでシャッフルして、はい、で番を返します。はい、いきます。そうなりますか。じゃあまあ草エネ貼りますよ、自分はマギアナに。はい、はいはい、ギアスロー、はい、後ろに30、後ろに30します。終了です。この30がちょっとしんどいね。はい、じゃあ30、はい、で次は4番ね。はい、じゃあ引きます。はい、どうぞ。はい、じゃあジャローダ V スターに、まずジャローダ V を進化させます。はい、はい、でですね、うん、草エネルギーを前のバトレックスに貼ります。はい、どうぞ。でサポート、あ、強い、順を使います。で3枚引きます。で3枚引いてきて、クチート V をここに出します。はい、出されます。で、バトレックスの効果ブルームシャインを使います。ブルームシャインは、90ダメージマギアナに与えて、自分のポケモン全員の HP をそれぞれ20回復します。お、強いな。なのでこれとこれを回復させながら、おいおいおい、俺の努力はどこ行っちまったんだい。で90ダメージを与えます。はい、どうぞ。で番を返します。7、はい、ドロー。これがね、地味に大きい、このね、シールド戦のね、二重回復がね、でかいね、いかに大きいか。だけど俺も今素引きしたぜ、2枚目の鋼エネルギーをな、出しましたね。ただ100点しか出ないんですけれども、あ、これ100点しか出ないのか。そうか、特殊エネルギーがついてないからね。まあ十分、十分すぎるといい。なるほどね、100点あればバドレックステメを葬れるんだよ。そうだね、10段目スペシャルレーザー、はい、射出、射出。じゃあこれでバドレックスが飛んでいきます。じゃあ俺はジャローダ V スターを持ち出します。はい、で次は俺の番ですね。はい、どうぞ。はい、よいしょ。ここまでちなみに読んでます。ペラップ V にして、で草エネルギーをジャローダ V スターに貼ります。はい、そしてそうだな、これはどうしようかな。そうだね、じゃあもうセレナを使っておきます。はい、セレナ使って3枚落として自分が5枚になるように引きます。でメガヤンマー鋼エネルギー2枚落として、はい、あと3枚引きます。ね、残り2枚だから5枚になるように3枚。なるほど、エネルギーが多いな、入れすぎたな。分かるでドーブルを出してでこのターン行うのはジャローダ V スターの V スターパワーを使います。はい、V スターパワースターワインダー、このポケモンについてるエネルギーの数かける60ダメージなので、120ダメージ入ります。でマギアナ V は120で90ダメージで210ダメージ入ります。でマギアナ V を落とします。ここでバドリックスの90ダメージが効いてくるんですね。師匠、かなりきついよ、あれが大きいですね。かなりきついよ。そして回します、どうぞ。あ、でも引けてくれ。いや、きちい、全部きちい全部きちい。苦しそうですね。なんだか手札がエネなんだよな最初から俺の手札はエネに苦しめられて俺の人生まだいけるぜ。まだいきますか。まだ行くしかねえんだよな。ザマゼンタはね、エネルギーがついてたら30ダメージ減らすことができると。まあ張りましょう。なるほど、ただ何もできないです。終了です。魔を返されます。はい、はい、じゃあ次俺の番。よし、じゃあ俺もザマゼンタをここに置いておきますね。はい、どうぞ。でクチート V にアガネエネルギーを張って、まあ行きましょう。ジャローダ V スターの、あ、あ、
何貼り間違い、あ、いいよ、書いていいんですか、いいよ、許してくれるんですか、いいよ、ただ本番はないと思え、あ、本番このミスが負けに直結すると思え、返します、お、本番準拠でいきます、なるほど、お、やっと引けたよ、サポートがな、純だよやっと俺が動き出せる、本番準拠でいきます、やっと俺という存在が動き出せるけど全然引けないんだよな、あの、俺のデッキ答えてくれ、俺のデッキなぜ答えてくれないんだお前たちはお前たち答えてくれ、俺のデッキダブルターボつけて終了です本番準拠でやらせていただきます答えてくれ、俺のデッキジャローラ V スターに答えてくれないんだ俺のどうしてこんなにも俺はエネルギーを引かなきゃいけないんだエネルギーが多いからだよはい、じゃあジャローラ V スターにこれを貼ってロイヤルミキサー190ダメージをざまねんが当てます、ここからどうやって返せばいいっていうんだ一体どうすればいいんだ、はい、どうぞ、キッチエネルギーだキッチあがねつけます、はい、ブラストウィンドウマイナス20ので70点です、70点入りますあ、そっか、あ、そうだね、はい、挽回します、ロイヤルブキサーで190ダメージを取りました、参りました、安心しろ、参りました、いやでもこんなもんでしょまあね、うん、こんなもんでしょ、修繕で V スター取っちゃうと、うん、もうこんなもんよ、勝負になるよ、なるほど、おい、ちょっと自信湧いてきた、我が島までを超えていけ、あ、ありがとうございます、お前は相手が事故ることをただひたすらに祈れさあ、キョコン、なぜ俺に、俺も V スターしか来なかった、いや、そうだ、ね、進化先しか、そう、手札が全部進化先だったから、うん、終わってたっていう、そうならないように皆さん構築しましょうということです、なるほどな、じゃあまず一本選手、はい、2戦とも勝てたらこれも本物と言っても本物、お前本物だそうだよ、ね、ルカリを取る男だ、でもトーナメントでは4回、6回か勝たなあかんもん、だから16人から8人、4人、2人、1だから4回勝たなきゃいけないのか、うん、何回でも勝たなきゃいけない、見せてもらおうか、同じデッキでな、まあ、このデッキに負けてるようじゃねえ君は終わりだからね、あなたが作ったデッキですからね、それこのデッキに終わる、あなたのデッキ、私は一応ね動画向けにしてあるんでね、ああなるほどね、うん、まあでも動画向けに一番ならない展開になっちゃったんですいませんね、ケイ最初グーじゃんけん、はい、先行でいきます、はい、じゃあ後攻で来いよ、エネが多いんじゃん、おらないです、ないですか、進化先しかないです、あ、わかりました、どうぞエネが多いんじゃん、答えてくれ俺のデッキ、ああなるほど、あきついけどまあこれでいくしかないきつそうですか、こっちかな、こっちでいこう、はい、こっちだ、大丈夫、俺のデッキは必ず答えてくれる、わかりました、ペナルティどうぞ、ああありがとうございます、マリガン、マリガン、ワンマリガンした、ワンマリガン、ありがとうございます、じゃあ行きましょう、はい、せーのスタート、フィールダー、ギアル、フリーザー、はい、失礼します、ドロー、はいどうぞ、輝くアマージュ出します、はい、出す、鋼エネギアルに貼る、うん、貼ったところでここで挽回します、あ、挽回されます、よし、じゃあ次行きます、アマージョの効果って回復だっけ、毎ターン自分ポケモン全員を20回復です、あー、じゃあ20ダメージまで意味ねえんだ、なるほどね、よし、行きます、20ダメージは意味がない、そういうことですね、なるほどね、どうしようかな、じゃあまずは、ザルードに、草エネルギーを貼って、で、セレナを使います、はい、でメガヤンマと鋼エネルギー2枚落として、4枚引きます、よいしょ、1、2、3、4枚で引いてきて、はぁ、なるほど、あ、まあまあまあ、でも、うわぁ、これどうだ、ちょっと微妙だな、これちょっと微妙なことになったな、まあ微妙な状況でも勝たなければならない、ね、いやそうなんですよ、微妙でも勝たなきゃいけない、ただ自分一人が微妙だと思わないことが、大会中でも相手も困っているかもしれないよなるほど、相手も困り、俺が微妙な時は相手もまた微妙であると、そういうことだ、これガチ微妙だな、どうしよう、ちょっと一瞬考えてもいいですか、どうぞ、次のターン誰が引けるとは限らないんだよな、かなり苦しくなりました、奇遇だね、この引き私もだ私はデッキ構築の時点で何かを間違えていたのかもしれないねまあでもじゃあいいや、じゃあペラップ逃げます、はい、ザルダ前に出します、でザルダ前に出して、引きずり出す、はい、はい、フリーザを引きずり前に出して、で新しくできたポケモンに20ダメージを与えます、強い、で番を返します、強いんだけどね、はい、まあまあ正直回復されちゃう、あ、
ワンチャン君来たか。まだだな。アマジョで回復します。エレガントヒール。ドーブル出します。ドーブルに鋼で貼ります。はい。終了です。終了した。ただもここであれが来てくれると、はい最高ありがとうございます。すみません。勝たせていただきます。あいつやってるわ。やってない。あいつやってるわ。やってない。まずはジャルオーダ V さんに進化します。で草エネルギーを、ザルード V に貼り、あザルードね V じゃないザルードに貼ります。はい。で、ザルードの、3連の鞭コインを3回投げ表の数かける、70ダメージ入ります。無理やろ無理やろ表出せへんやろ2枚、はい、当たったら2枚表でフリーザいっちまうよ。うんでも当たんねえやん。いくよ。前の表出ないやん。ほらあほら出ないやん。お前に表は出ない。一回出せねえんだよお前には。あーもう一回やろうか。ありがとう。はい、もう一回。裏だったけどもう一回な。いやいやいやそれはもう外だからもう一回ですってはい、もう一回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 。これ表だったけどもう一回。いやこれ大会前練習できててよかった。あこれは表ですね。さすがにね。じゃあ次の結果次第で、はい、フリーザが落ちるかどうかが。よいしょドーブル行くか。ドーブルにつける対象が来てるんだよな。なるほどね。またドーブルじゃない可能性あるな。考えろ。お、はい、ちなみに俺はシールド戦いろいろ勉強してるけどザルードマジで無類の強さ発揮するからね運が良ければ。運が良かったら210いくからね。運が良ければな。そうですね、マージュに鋼でつけます。はいどうぞ。コールサイン。はい、自分の山だからポケモン1枚選び相手に見せ、手札に加える。そして山札を切る。はい、俺が持ってくるのはロマン一点特化。サイド落ちちゃう。サイド落ちちゃう。嘘でしょ。嘘でしょ。サイドに落ちてるロコ。ほうは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 必ずやってくるよ。わかりました。あいつは必ずやってくる。間に合いますか。間に合う。終了だよ。あ、終了された。間に合うよ。よいしょ。じゃあ、まあ、まずはドーブル置いておいて、草エネルギーをジャローダ V スターに貼ります。じゃあ行きましょう。はい、ザルードの3連の鞭です。ゼロ回。お、一回。あ、表裏ね。あ、ごめん。あ、はい。これは表？表。表。あ、もう飛んでるわ。いや。表。はい、3連表。はい、2回表なんで140ダメージ落として、お返します。ドーブル、お前が全てを背負え。ふぅ、ロコン出す。はい、そうだね、一応緊急ゼリーつけとこうかね。ロコンは鋼のあれか。いろいろバレットします。いろいろ自分の山札の上から5枚見て、その中から基本エネルギーを好きな数だけ選び、自分のポケモンにつけられます。はい、来いよエネルギー。今日のためにいっぱい入れてきたよな。3枚ついたら技が打てんだよな。3枚ついたら技が打てる。ロコンに俺はつけさせてもらう。ロコンが育った。はい、終了。はい、挽回されます。よし、じゃあちょっと恐ろしい力を見せますか。恐ろしい力ありえん。まずバカバカしい。まずは振り袖を使います。で中を見て、よいしょ、ペラップを出します。で望むならとありますんで、望むので、これを望むな。望んではいけない。山札が出てきたペラップを望んで、前に出します。で、ペラップは逃げ値がゼロなので、ジャローダ V スターを前に出します。でジャローダ V スターに、草エネルギーを貼って、で、エネルギー付け替えを使います。でエネルギー付け替えでジャローダ V スターを、何ジャローダ V スターをここつけます。でジャローダ V スターのロイヤルミキサー190ダメージを、ドーブルに当てます。でロイヤルミキサーの効果で、好きなところに付け替えることができるので、ザルードにこっちを貼っておきまして場を返します。やってくれるわ。ドロー。はい、なるほど、恐ろしい子ですね。まだだ、火力が足りない。190飛んでくると倒されちまう。ちょっと耐えるターンが必要かな。ルージュランします。はい、
草枝切って逃げます。あ、逃げた。草枝切って逃げます。ルージュの前です。ルージュなんて確かあの V やられても、でやられてもサイドは取られないぞ。なるほどね。まあ、ウイスターパワーをベンチに飛ばせるんじゃねえだろうな、まウイスターパワーは、このポケモンについてる数かける60ダメージ、そのポこのポケモンベンチポケモンと入れ替えるでしかないから、なるほど、バトル版にしか飛んでこない。あ、第1回戦俺これ飛ばした後ベンチポケモンと入れ替えてない気がする。まあそういう日もあるな。なるほど、これ絶対なのかな、希望望めばじゃなければ必ず入れ替えなきゃいけないのかな。あ、絶対ですね、これ。あ、大変失礼しました。まあ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 私もね読んでなかったんでね、あのこの試合でちゃんと勝つんでお許しください。はい、まあ、はい、そうだね、終了ですかね。終了した、終了するしかないね、これね。ちなみにですね、ジャローダ V スターはね逃げ入れがゼロなんですよ。はい、じゃあジャローダ V スター逃がしてザルードを前に出します。はい、でザルジャローダ V スターにまあ一応臭いエネルギーを入れておきます。ポイント数が当たらなければね。ザルードの3連のムチ当たらなければね、いきます。ありがとうアイゴリ、俺のコイント数の練習になってくれて。はっ、うん、おー裏2回だぞ、絶対条件だ。あ、ごめん、これなし。おー、表、次で決めてみろ、ラスト、これ次第だぞ。えーい、裏、裏、はい、裏だ、70耐えた、危ない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 、はい、じゃあ行きまーす。逃げられる、ルージュ。ドロー。ルージュ逃げる重いけど、まあまあまあ、まあ、逃げられるけど攻撃できない可能性があるよね。逃げられるは逃げられるけど攻撃ができない可能性はあるよね。なるほどね、まあ、可能性の問題だけどね。まあ、じゃあダブルターボで逃がすんですけど、はい、つけてダブルターボで逃がして、はい、ロコン出る、ロコン出る、下技が打てない、下技が打てない、ホワイトドロップ10ダメージです。10ダメージ、10ダメージです。師匠、相手がね V だったら、まあ、追加で入ったんですけどね。なるほどね、10ダメージで、ここはわかりました。じゃあ草エネルギーをジャローダ V スターに貼って、ザルード、逃げ入れ1で逃がして前にジャローダ V スターを出します。はい、でジャローダ V スターの、V スターパワー、はい、スターバインダーついてる数かける60ダメージなので240ダメージ。やったー、俺の敵が。おー、そこにいたのかお前たちは。くそ、大戦ありがとうございます。参りました、お前がナンバーワンだ。これいいデッキだよね、お前がナンバーワンだ。それをちゃんと作れればな。いや、そうなのよ、それをちゃんと引き当てれば。作れるかどうかは別の話だよ。ジャローダ多分強いね。ジャローダ強い、マジで強い。うん、ジャローダスターバインダーも強いし、あとザルードが強い。うん、やられましたね。2NA で210飛んでいく可能性があるっていうのが痛すぎる。見事。ありがとうございます。というわけで、シールド戦練習会いかがでしたか。参ったよ。まあでも君にはかけている。あ、君なら取れる。あざす。ただまだ受かってはないんだね。そうなんです。見事ルカリオ HR ゲットして必ずみんなに、はい、勝利の報告が上がりますんで、お待ちしております。続きよろしくお願いします。はい、というわけでルカリオ争奪戦練習会、はい、アイゴリ戦でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。